はい、どうも、アイクティービーです。よろしくお願いします。今日はね、天チムちゃんがね、引退したのは、妊娠疑惑っていうのがあるんじゃないかなっていうのを、ちょっと自分はちょっと、ちょっと疑ってるというか、そういう可能性があるっていうのを今、リークされて。天チムちゃんって、去年ぐらいまでは、普通に活動してたんですけど、突然、その YouTube の更新をやめるっていうことを、発表して、今までにその、妊娠の、その可能性っていうのを、たびたび匂わせてたんですけど、この今期ってね、急にね、ちょっとそういう、もう大手の舞台から、完全に去るっていうことを、店長ちゃんが話してたんで、そういう妊娠の可能性が非常に高いっていうことはありえますね。で、店長ちゃんの、元彼とか、その友人とか、一時期、雷神の経営者の方とかと、噂になって、この YouTuber のヒカルとか、あと、他にもね、もろもろ多分いたと思うんですけど、誰っていうところまではね、ちょっとわかんないんですけど、自然妊娠、妊娠が高いんじゃないかと思ってますね。はい。で、天チムちゃんの、ちょっと彼自己紹介になるんですけど、橋本天下っていう、名前で、2023年10月からもう活動休止してるってことですね。で、もともと、中国の生まれなんですよね。日本に、帰化してるんですけど、中華人民共和国北京市出身ってことで、可愛いですよね。中国の北京の子はすごい可愛い子多いですからね。この天チムちゃんが、父親が日本人で母親が、中華人民共和国出身のハーフなんですね。すごい可愛いですね。自分もね、関係ないですけど、中国の今年は行ってね、ちょっと遊びたいなとか思ってるんですけど、金のね、金との兼ね合いですけど、世の中金ですよ、本当に。天井じゃないですけど、ね、YouTube とかでもこうやって毎回上げてますけど、ね、バレにならなかったら意味ないですからね、はっきり言って。世の中金ですよ。っていうちょっと話ずれましたけど、この小学校1年生の時から芸能活動を開始するっていうことで、2022年の7月、ビデオドラマ「えみちゃんのふるさと」に出演するっていうことがあったみたいですね。小学校5年生の時に天才テレビのレギュラー出演で、以降3年間、テレビ選手として人気を集めたっていうことで。で、ジュニアアイドル、ジュニアモデル、そしての写真集やイメージデビューをリリースと。で、学研プラスの、専属モデルなども、専属モデルなども務めたっていうことですね。で、これ2009年から始めて個人ブログが人気を集めて、月の収入が100万ぐらいになったっていう時もあるみたいですね。すごいね。で、2016年、今は YouTube チャンネル開設して、その YouTuber としての活動を開始したっていうことみたいですね。すごいですね、本当に。ちょっとね、まだね、どういった状況で、彼女が、ちょっとね、インスタとか、そういう、ちょっと情報とかも弾けないんで、ただ、昔ね、ジョーブログとかと、コラボしてた時も、ね、その男の子とね、すごい積極的に絡むっていう姿が多いですよね。誰とでも、すごい絡めるっていうか、で、10代前半から、芸能界で活動してきた天チムさんっていうことで、ね、今はときめく YouTuber なんかでもね、大ベテランの域っていうね、とこでもあったみたいですね。身長162センチあるっていうことで、E カップあるっていうのは結構胸も大きいっていうね、言うてはなんか豊胸なんかそういうのしたとかそういうのがあったかな。48キロっていうことでね、中卒なんですね。趣味、家事のゲーム、漫画。所属、無所属っていうことでね。
まあこんなハーフとか言っても分かんないですよね、これね。まあ東京のハーフだとね。うん、で、1歳2歳でね、栃木県足利市に移り住んできたようですって。二十歳の時に A カップだったようだ、その後1年間2年間の間で最大 F カップまでバストが成長していますっていう。バストの話はね、ちょっとまとめますけど。テンチムちゃんのチャンネルは、まあちょっとセクシーな動画を中心に他の YouTuber とのコラボ動画も入れたいですね。すごいですね。で、まあ、テンチムさんのおすすめの動画として、まあ、普段強気で、まあ、ザ・肉食女子という雰囲気の、まあ、テンチムさんの意外な見れる動画と、あの、超学会議集団、DJ集団、レプゼン地球とコラボした際の動画を紹介、なのもいろいろあるみたいですね。はい。うん。まあ、ツイッターとかでは、まあ、人がアプローチしてくる男性ファンに会うために、まあ、滋賀県まで行って、一日デートする動画だな。こういう動画もありましたね、なんかね。昔やってましたね。まあ、これもなんかね、まあ、多分やらすとか、まあ、そういうのなんでしょうけど、うん。まあ、でも、そういうなんか、アイデアみたいなのが面白いですよね。で、あ、雪犬さん。雪犬さんとかも見たけど、マラノーチョーエルっていう、レイナっていうのは、あの、今ちょっと話題になってるプロタンの元カノっすよね。元嫁か。今人気中昇上、急上昇中の YouTuber とのコラボセクティを行ってるテンチムさん。人気急上昇ナンバーワンレプゼンチキューともコラボしておりますっていう。うん、レプゼンチキューもね、ちょっと話変わりますけど、最近もう本当にまあ、オハコンじゃないですけど、全然出てきてないですよね。うん、まあ本当にまあ DJ 社長のまあ言ったらまあね、あの人脈だけで持ってたっていうか、うん、もう本当にもう東京ドーム公演終わったらもうね、メンバーもなんかちょっと、あの、士気が下がってね、ちょっとこれからのゴールというかそういうのをちょっと暗潮も探してますよね。まあちょっと厳しいんじゃないかっていうのは、ちょっとグループとしてはね、ちょっと厳しいんじゃないかなと思いますけどね。で、まあ、テンチムの子役時代っていうことで、まあ、ギャルモデル時代もあったみたいですね。まあ、小学校1年生の時に、まあ、新人発掘オーディションに見事合格し、芸能界に入ったテンチムさんっていうことで、まあ、その後2004年、天才テレビくんマックスに、天下林という名前出演して、認知度が一気に急上昇しましたと。で、天下時代のテンチムさんっていう。かわいいですね。かっこ幼らしいですね。で、まあそのテンチムの彼氏さんの元彼をちょっとまあ挙げてみると、まあラファエルで、ガブリエルっていうのはちょっとまだ見たことないですけど、で三島時人っていうものかな、これ三島時人さんで、まあ柴田でもね、うん、これ噂出たみたいですけど、まあちょっとこういうのは分かんないですね、実際にどうなのかっていうのは。まあね、テンチムさんのブランド、まあ、チェックイットなどもやってるところですね。まあ、ということでね、まあ、人気 YouTuber とのコラボはね、まあ、商品プロデュースをマスクの方でやってるということですね。はい、ということで今日の動画は以上になりました。アクティビデオね、まあ、いろいろこういった芸能界のね、暴露ニュースとかね、投資のね、あの、面白いニュースを発信してるんで、まあ、チャンネル登録で、よかったらいいねと、あの、まあ、ブログの方もやってるんで、あの、ブログの方と、まあ、ツイッター、インスタの方も考えてるんで、そっちの方でも情報チェックできるんで、アイク TV っていう名前で検索できるんで、よろしくお願いします。チャオ。
はい、アイク TV の方 YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。面白い動画見れるのでぜひぜひよろしくお願いします。